な、今日は天気がいいね。今日は最高の天気です。天気いいです。気持ちがいいです。あーすごい木漏れ日が、素晴らしい木漏れ日。さあこの坂を一気に上がりましょう。息上がりしましょう。はい、登りました。軽いもんですね、これぐらい。一気登りぐらい。登りましたよ。一気に登りましたよ。軽く登ったね。ねえ、大山に2回登って、高齢山に1回登って相当な訓練やしてますんで、相当な訓練してますんでね、酸素供給量が多分相当高くなっちゃうんじゃないかなと。この坂をね、上がることによって自分の体の状態が分かる。手入れ大変だね。気持ちがいいね。一番大石は本当いい森です。弥生のいい森です。
くさん歩かせていただいてます。ありがとうございます。ここが道の原墳丘墓だって。自転車でも回るような広さじゃないからね、ここ狭いですから。自転車じゃなくて歩いて回りなさいよって言いたいのね。まあなかなか歩行能力が少ない人もいるからね。あ、なんか団体客がこちらへ来られるね。ちょっと一枚撮ろうか、この辺から。おっ、撮れ、はい、撮った。団体客で、どこのあの深夜連合、どこの人だ。こんにちは。どちらからいらっしゃったんですか。あ、私は案内役で大阪から。あ、大阪から。ご苦労様です。はい、ごゆっくり大阪から来られたんだって。バンダイ席ってさ、そこの看護だけじゃないからね、ずっと向こうの方もあるから。今日は工事中だって。工事中で行けなんだ今日。工事中だよ、なんか道路作ってんだよ。残念でしたけど、まあそれでも1時間以上歩いてますからね。さあ、帰ってきましたよ。あ、よく歩けました今日。まあ、またね、9月前にまた、じゃあ9月の終わり、10月前に一回来たいね。秋はね、向き番でした。魅力がある、ね。まあ、ね、秋だけじゃないですけど、ね。はい、向き磐梯石です。はい、ご苦労様でした。